第4代ウォルドグレーブ伯爵、1780年代。第4代ウォルドグレーブ伯爵、ジョージ・ウォルドグレーブは、クレートブリテン王国の貴族、軍人、政治家。1774年から1780年まで、庶民院議員を務めた。第3代ウォルドグレーブ伯爵、ジョン・ウォルドグレーブとエリザベース・ルーソン・ゴアの長男として、生まれた。 1759年から1764年までイートンカレッジで教育を受けた後、1768年にエンサインとして第3この F 不連隊に入隊、1773年に中尉に、1778年に中佐に、1782年に大佐に昇進した。1779年より第87不評連隊隊長を務め、 1788年には、第63ェストサフォーク不評連帯隊長に、転じた。議会では1774年イギリス総選挙で、立候補して、入閣するイコールアンダーイコールライン選挙区で、当選したが、コーンウォリス伯爵のエイコールドカンを務めたため、1776年2月から1778年1月まで、1778年4月から11月まで、 1779年7月から1782年1月まで、米州に滞在し、議会では1775年2月に一度演説し、1779年3月に一度、投票しただけだった。1780年イギリス総選挙では立候補せず、その後は1782年から1784年まで、区内副長官を務め、1784年に、 シャーロット王妃の締め頭に任命され、1784年5月3日に、数密顧問官に任命された。1784年10月22日に、父が死去すると、ウォルドグレーブ伯爵の借位を継承した。1789年10月22日に死去、息子ジョージが借位を継承した。1782年5月5日、いとこのエリザベスウォルドグレーブと結婚。 4男1女を設けた。ありがとうございます。